どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日はですね、2020年の12月30日ということでですね、もういよいよあと今年もあと1日で終わるというタイミングでございます。さて本日はですね、2020年をこう振り返ってみましてですね、このガズレレ YouTube チャンネル、みんなでこのね、ウクレレでもう簡単に楽しくどんどん音楽しようというこのコンセプトでやってるこのガズレレ YouTube チャンネル、2020年を振り返ってみようと思いましてですね、いろんなベスト10大公開します。2020年限定でこの1年間のランキングをつけちゃおうかなと、はい、思います。どんなランキングかと言いますと、まずはですね、今年1年間でガズレレ YouTube チャンネルで取り上げた曲ですよ。リリースされた曲とかじゃなくて、ガズがあの YouTube 動画に公開した動画ということでございます。で、改訂版とかもいっぱいあるんですけど、まあまあピュアにね、一応取り上げた曲の中からやっぱ今年ガーッと来たなということを、ちょっと独断と偏見で、あと再生回数はですね、例えば今年の1月にアップロードしたものと12月にアップロードしたものではやっぱ再生回数が変わっちゃうんで、なんとなくガズのこの体感で、ランキングをつけさせていただきました。そしてその次はですね、2020年この1年間でガズがめっちゃテンション上がったガズレレレッスン動画ランキング、こっちはですね、もうそういう世の中の流れと関係なく、ガズ自身がテンション上がったということなのでね、そういうランキングをちょっと皆さんも見てみたいと思いませんか。はい。そして最後はですね、まあランキングということではないんですけれども、ガズレレ重大ニュース、今年2020年どんなことがあったか、この3本立ての、トップ10やっていこうと思います。よろしくお願いします。さあ、ちょっと一回置いといて、ウクレレって本当に楽しいんで、ウクレレ私もできるかな、やりたいなと思う人、始めましょう。ここにリンクあっております。ここのリンク先に行って、ウクレレで YouTube、ガズレレ YouTube 動画見てたらね、どんな方でもすぐできますからね。これがキーポイントでございます。楽しく音楽していきましょう。それでは早速やっていきましょう。2020年今年、めちゃくちゃガズレレ YouTube チャンネルで盛り上がってヒットしてみんなやりたいと思った曲のランキング公開していきましょう。まずは第10位、ドロ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 、バーン、バックナンバーのヒロイン、こちらの曲が10位にランキングされました。いやー、バックナンバーはですね、もうとにかく女子人気が半端じゃないということで、これも結構ね、結構さ、今年の中では後半にアップロードしていた曲なんですけど、これのね、リアクションがすごい良くてですね。はい、これ、ランクイン、10位です。おめでとうございます。バックナンバー、これ入りますよね、バックナンバー。はい。では、9位ですよ。9位はですね、これはちょっと意表をついたランクインでございましてですね、Fly Me to the Moon。フランク・シナトラさんが歌っていることで有名ですけど、Fly Me to the Moon、 あれです、ジャジーでおしゃれでかっこいい曲、これも僕すごく好きで、いい曲だなと思ってやってましたけど、もう思った以上にガズレレ YouTube では再生回数が伸びておりまして、洋楽のね、古い曲にしたらすごく珍しいなということで、これ見事堂々洋楽で第9位ランクインしております。すごいですね。ガズレレならではのこれチャートですからね、普通のチャートではありえないと思います。ウクレレに弾きたくなる曲なんだなというふうに思いました。はい。じゃあ次、第8位です。これもね、入ってきますね。はい、ドン、米津玄師さんの感電、あの曲、あれは皆さん見ていただいたと思うんですけど、めちゃくちゃ難しいですからね。難しい上に歌のメロディーラインとかももうなんか本当にわー、どっかなんかどうにかなっちゃうみたいなメロディーなんですけど、あの曲やっぱり世の中でもすごい人気でしたけど、あれウクレレのでどんな風にみんな弾くんだろうということで見ていただけたのもあると思うんですけど、実際ね、ガズも感電の動画撮るときはなかなか大変だったんですけど、今は覚えちゃったらすごく面白い曲で、まあよくガズも弾いてます。はい、これ、感電が、8位にランキングされております。じゃあ7位はですね、今年。この7位はですね、この、今年をまず象徴する、まあ、名曲ということになると思います。星野源さんの、うちで踊ろう。これ覚えてますかね？今年、コロちゃんが、世の中にバーッと蔓延した時に、星野源さんが、インスタグラムだったと思うんですけど、みんな大丈夫だよ、なんか、大丈夫だよっていうか、なんかこの歌歌おうよみたいな感じで、もうみんなこれ一緒にセッションしようねみたいな感じでこうシェアした曲で、もうほんとあの時はね、この曲、皆さん夢中になって、なんていうか不安の中、この音楽に助けられたなという方も多いと思うんですけど、うちで踊ろう。これもすごかったです。ウクレレでやっぱりあの曲弾きたいなと思った方多いんじゃないかな。やっぱこれも、まあガズレレ YouTube ならではのランキングだと思いますね。星野源さんのうちで踊ろうが、7位にランキングされております。じゃあ、こっから、6位以上はですね、まあまあまあ、だよねという順位になりましたね、やっぱり。はい。じゃあ、6位、発表します。ディッシュさんの猫。この曲。
これは一回聴いたらなかなかね、忘れられない、なんか癖になる曲なんですけど、あのメロディーライン、サビのメロディーラインとかもう本当素敵で、今年だからその若い世代でね、こう、急にこう、拡大した、ディッシュさん、名曲でございます。ウクレレの音色にもぴったりということでございまして、ディッシュの猫が6位にランクインでございます。素晴らしいです。はい。じゃあ次の、いよいよ、ベスト5に入っていきましょう。ガズレレの2020年、もうものすごかったぞランキング第5位は、菅田将暉さんの虹。これはドラえもんのね、映画の主題歌でございまして、つい最近、12月にアップロードしたんだ、なんですけど、ものすごい再生回数になって、やっぱりね、やっぱこのドラえもんというアニメの世界観と、この菅田将暉さんのこの歌う虹という曲の、この存在というか、あ、ウクレレの音色とか、その、なんかアニメの、うん、子供の思いとか、そんなのがこう一個になって、やっぱウクレレってね、アニメとか子供さんとか、すごくそういうのもね、こう交わりがいいんで、まあまさにこれは5位ぐらいに入るでしょう。うん。菅田将暉さんの虹が、ドラえもんの主題歌、映画主題歌、入っております。はい、それでは第4位の発表いってみようと思います。実は第4位もアニメ映画の主題歌がランクインしております。はい、ドン、リサさんの歌う炎と書いてホムラ、こちらの曲、あの鬼滅の刃映画版の主題歌ですよ。これがまたもうドーンと盛り上がりました。でこれちょっと難しいんですよね。でガズレレではですね、この動画ね、前編と後編というふうに2つの動画に分けて、前編は簡単版、後編はかっこいい版ということで、あの2つの動画アップロードしたんですけど、両方ともね、再生すごく伸びてですね、やっぱりこのすごい人気あるなという感じだったんですけど、これ面白いことに、あの鬼滅の刃の主題歌のあの炎をね、結構激しめの曲じゃないですか。それをあの優しい丸っこいイメージであるウクレレで弾くというこのギャップがね、そういうところがね、またこのガズレレならではの面白さでございまして、まあ YouTube でね、どんなことになってんだろうってきっとね、そういう風に見に来てくださった方も多かったと思うんですけどね、やっぱり今年はやっぱりね、アニメ映画のね、もうこのすごい、もうコロナで一回もう映画もちょっと厳しいかなと思ったんですけど、もうドーンとまた盛り返してきてますからね、映画の曲でみんな本当にモリモリ音楽やって最高でございます。はい、いよいよ第3位の今年の2020年、ガズレレすごいぞランキングトップ3の発表に入っていきます。それでは発表でします。ドル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 、第3位は、ドン！オフィシャルヒゲダンディズムの I Love。こちらの曲見事ランクインになっております。この曲ほんと気持ちいいんですよ。難しいですよ。難しいですけど、ヒゲダンのヒゲダンイズムが、オフィシャルヒゲダンディズムなんですけど、ヒゲダンイズムがすごくこういい感じでね、柔らかく溢れてて、リズムとかこうゆったり気分ね、これちょっと難しいんですけど、やっぱりね、あのスケール感がね、感じられて、すごく、僕も大好きな曲なんで、もう見事、ヒゲダン第3位ですよ。アイラブ、ランクインしております。はい、そしていよいよ第2位です。第2位はですね、今年このぐらいになるともう皆さんもうね、今年紅白でも話題になると思いますよ。はい。もちろんガズレレでもこれはもう強烈に再生回数を伸ばしております。はい。YOASOBIの夜にかけるこちらになっております。これはですね、もう、なんつうのかな、もう新世代、もうシンプルにもう新世代ミュージシャンとしか言いようがないですね。音楽のあり方とか存在とか曲の作り方とか、まあもちろん曲の作品そのものもですけどね。それをまたですよ。ウクレレでその曲を奏でるという、そのなんていうか、まあね、面白さっていうところを、またちょっと感じ取っていただければと思います。これ、今年紅白歌合戦出るということでね、まあ、YOASOBIさん、またもうなんかもう、すごいことになっていくと思いますけど、見事ガズレレ、2020年すごかったぞランキング、第2位です !YOASOBIさん、おめでとうございます。さあ、第1位は何でしょう。もうなんとなくみんな気づいてますよね。今年ね、この曲はやっぱりね、まあ、もう、どえらいことになりました。もう分かっていますね、皆さん。はい。じゃあ、第1の発表でーす。ドゥル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 。せーの。香水。はい。エイトさんの香水です。この香水はですね、ガズレレでも結構深掘りして届けましてですね、3つの弾き方バージョンでこの香水をお届けしますからね。はい。やっぱり一番難しい、このボサノバビートの感じね。皆さん、これが夢に出てくるぐらいやった方多いんじゃないでしょうかね。これがボサノバビートでやったっていうのもまあ、あるんですけど、とにかくこれが、2020年、
もう世の中もですけど、ガズレレもですね、このエイトさんの、香水って曲、もともとアコースティックギターのアコースティックサウンドなんで、もちろんウクレレにはもうね、バッチリ合うはずということで、まあ、順当に1位獲得です。おめでとうございます。いやいやいや、面白いでしょ。ガズレレだけのね、スペシャルランキングですからね、2020年の。もう一回確認。10位がバックナンバーのヒロイン。9位がフランク・シナトラの Fly Me to the Moon。これが結構面白い。8位が米津玄師さんの感電。7位が星野源さん、うちで踊ろう。はい。6位がディッシュの猫。5位が菅田将暉さんの虹、ドラえもんの映画主題歌です。4位がリサさんの炎。こちらも映画鬼滅の刃主題歌、テーマソング。はい、ベスト3いきます。オフィシャルヒゲダンディズムの I Love が3位でございます。第2位は夜遊び、夜にかける。紅白出演です。1位も、こっちも紅白出演なんですね。素晴らしいですね。エイトさんの香水という、そんなランキングになっております。はい。大発表いたしました。じゃあ続きまして、もうサクサクいきます。次のランキングはね、これまた面白いことになってます。ガズが2020年テンション上がったぞ、ランキング。で、ガズレレって、改訂版をやったりするじゃないですか。で、今回改訂版をちょっと覗かせてもらって、もちろんね、名曲っていつもやっても気持ちがいいんで、まあ、2020年にちょっとこう、限定してね、ランキングをやってみました。それでは発表してまいりましょう。第10位は、もうつい最近上げた曲なんですけど、アリシア・キーズの Empire State of Mind Part 2 Broken Down。アリシア・キーズさんというアーティストに今もうね、すごいハマってましてですね、もう一番最近出たアルバムなんかもう本当にね、大好きなんですけど、ちょっとね、この曲はまたね、スペシャル感がある曲で、もうガズがどれだけ気持ちいいかというのをその YouTube 動画見ていただいたらわかると思うんですけど、アリシア・キーズのエンパイア・ステート・オブ・マインド。見事10位ランキングさせていただきました。どうもありがとうございます。ただし、再生回数は全然伸びないんですけど、もう、そういうんじゃないんでね、このランキングは。ガズさんのテンション上がってるランキングということで、はい。じゃあ第9位の発表です。これはですね、今年、始まった、2020年に始まった企画で、夫婦でセッション。ガズさんと私の奥様のハニーとですね、こう楽しくね、家族でワイワイセッションいつもしてるんで、ちょっと YouTube で公開しようということで、それでまあ、たまにね、1ヶ月に1回か2回ぐらいこう、ラフに上げてるっていうね、ガズレレ YouTube の、イコール動画のカテゴリーがあるんですけど、そこで取り上げた曲の中から、これはやっぱどっかにね、入れときたかったんだよな、もう今年の曲じゃないんですけど、あいみょんさんのマリーゴールド。こちらがもうすごい再生も伸びて、まあ僕ら夫婦もめちゃくちゃ楽しそうに演奏してるんで、これはね、ああいう楽しさっつうのはやっぱりガズレレならではです。ガズレレならではでございましてですね、一人でやるのもいいけど、アンサンブルで、みんな知ってる曲をこう思いっきりこう気持ちよく歌うっていう意味も含めて、マリーゴールドもあの曲もね、やっぱりもういい曲。覚えるの、一回覚えちゃうとね、面白いですけど、なかなか覚えるのも大変ですけどね。はい。そういうわけで、はい。ガズさんのランキング第9位はマリーゴールドでした。はい。次。ドル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 。ダン !BTS のダイナマイト。この曲がですね、今年なんかもうアメリカのビルボードで1位になっちゃう、韓国アーティストなんつって出てきて、どんな人たちなのと思ったら、もう曲がもうフル英語で、めっぽうかっこよくて、もうびっくりしちゃって、はい。で、僕もね、夢中で練習して、YouTube に公開したんですけど、結構 YouTube の方でもまあ、話題にちょっとなったかなと思うんですけど、なんていうか、その、英語の言い方っていうか、もうラップなんですよね。そこになんかもう面白くなっちゃって、なんかガズも相当ね、ハマりました、これは。ウクレレで難しいんですけどね。そういう意味で私のガズのテンションが上がったという意味において、これ、第8位ランキングです。BTS。はい。まさかのこの曲かって感じですけどね。はい、じゃあ次のランキング、7位ですね。7位の発表。7位ぐらいから、やっぱりちょっとこう、ガズが本当にね、魂入ってきますから。森まさこさんの、妻ね。僕ね、演歌が好きなんですよ。演歌ウクレレ。これぜひ流行らしたいっていうのもあるぐらい演歌が好きで、まあ、ツバメのこのガズレレレッスン動画も相当ハイテンションなことで、テンション上がっちゃってるの大変です、演歌やると。はい。皆さんもぜひ一回やってみたらわかりますよ。演歌をこのウクレレで弾く、楽しみ。ぜひ皆さん動画の方もご覧になってね。まあ、冬ですから今、ツバメ、ぜひやってみてください。はい。じゃあ続きまして、第6位の発表。
これもね、外せない曲が、曲というかもう曲じゃないんですよ、これは。サザンオールスターズです。僕ね、サザンオールスターズの曲をやると、桑田佳祐さんのこう、なんかこう、降りてきちゃってですね、まあどうもこう、ムードになっちゃうということなんですけど、やーやー、あの時を忘れない。サザンオールスターズのちょっと昔の曲ですけど、今年これを YouTube 動画に公開して、やっぱりね、気持ちがいいんですよね。思わず、歌っちゃう。あの感じで、ムーネになっちゃうっていう。ぜひ、ね、レッスン動画見ていただければ、このガズさんのテンションの上がりを、桑田佳祐さんとかサザンオールスターズの時はもう大体もうね、興奮してますから、ガズはね。はい。もう見事、ランクイン、6位、サザンオールスターズ。いやいや、あの時を忘れないランクインでございます。はい。じゃあ、ベスト5に入っていきます。第5位。これはですね、これも今年僕が出会ったアーティストではもうやっぱり、うわ、すごい新感覚のアーティストが出てきたなということで、もうすっかり好きになっちゃったアーティストで、エネさん。恋煩いという曲があって、この曲はですね、ウクレレはもちろん難しいっていうのもあるんですけど、エメさんの声の透明感とか曲のメロディーラインとか、ふんわりした感じとかね、なんかもう結構僕、ハマっちゃってですね、エメさんの曲結構今年とか去年取り上げていたと思うんですけど、感じ好きです。ただしやっぱり難しいんですよね。歌がラップっぽかったり、タイミングとかメロディーラインとか。なんでやっぱ新世代アーティストなんですけど、その中でもなんかぐさっとこう、なんとなくこう心つかまれたかなというエメさんの曲が5位にランクインでございます。はい。はい、じゃあ4位の発表していきましょう。4位はですね、覚えておられますかね、皆さん。ガズがですね、今年取り上げた新しい企画があって、それはね、これです。ドン。昭和の CM 特集。これね、2つぐらい動画上げたと思うんですけど、もう、ハウスバーモントカレーだよとか、なんかいろいろです。なんだ、他にもいろいろ、あなたにもチェルシーあげたいとか、そういう曲をこうミックスして、2つの動画にまとめてるんですよ。いやー、これは楽しかった。あれ、ウクレレであれ、もう盛り上がるやつですから、ぜひ見てもらいたいです。後でも言いますけど、今日言ったランキングは僕のブログの方でリンクかけた、投稿をするんで、ちょっと後でもありますけど、ここに今貼っときましょう。概要欄にも載っけておきますね。はい。じゃあ、いよいよ、ガズのランキング2020年ガズがテンション上がったぜランキングベスト3の発表をする時が来ました。いよいよどんな人たちがランクインしてくるのでしょうか。第3位いきましょう。第3位は八代亜紀さんの船歌でございます。あの歌はですね、もう日本人のソウルですね。ソウル、ブルース、ソウル、もう魂にこうクッと響く、もうね、なんというか、なんか、とにかくすごいですよね。もう入っちゃうタイプのやつでございます。本当に。すいません。ナンバー3、八代亜紀さんですよ。ベスト3のうちの3位。やったー。これがガズレレです。はい。はい。続きまして、第2位でございます。第2位はですね、ガズさん大好き。ブルーノ・マーズ、ランクインです。ブルーノ・マーズのベルサーチ・オン・フロー。ベルサーチオンザフロアが第2位に入りました。もう超テンション上がる。ブルーノマーズをウクレレでこう演奏しながら、こうグルービーな、もうソウルフルで R&B のあの感じをですね、こう再現できるので、もうね、本当に幸せですね、僕はね。ブルーノマーズとかね、やっぱこの世界観もう大好きなんで、もうそれはもう当然ランクインしちゃいます、第2位に。はい、ブルーノマーズが第2位でした。いよいよ2020年、ランキング第1位を発表する時がやってまいりました。あ、そうだ、これあれだな、考えてみたら、これ改訂版といえば改訂版だったな。まあちょっとこれもまあまあ、ちょっと言わせてください。第1位はですね、つい最近また、これも改訂版でしたね。さっきちょっと言ったことごちゃごちゃになっちゃいましたけど、とにかくこれがいいなと思いまして。ルパン三世のテーマ、やっぱりね、あれがやっぱりいいんだよね、これ。この感じ。ああ、気持ちがいい。これ難しいですよ。難しいですけど、やってても気持ちがいい。だからあれはこう、なんていうのかな、もうなんていうのかな、筋トレみたいなもんですね、カズさんのね。あれをたまに、でかで、でかで、とか、あえてキメを入れたりとかして弾く。これキレとか、ああいうのを確認するにはもう最高ということでですね。見事、ルパン三世のテーマが1位に入ったということでございます。はい。そういうわけで、さーっと紹介してきました。ガズさんがテンション上がったランキング2020年の紹介でした。10位からもう一回。10位、アリシア・キーズ、Empire State of Mind Part 2 Broken Down。はい。第9位、夫婦セッションでやったマリーゴールド。マリーゴールドをやっぱみんなでワイワイやる。これ最高です。はい。次、第8位、BTS の Dynamite。
これは英語のこのグルーヴとラップ、このミックスにやられましたね。はい、次、第7位は森まさこさんの越冬ツバメ。日本のソウル演歌、歌いましょう。第6位がサザン、オールスターズ。いやいや、あの時を忘れないサザン、オールスターズ。桑田さん、降臨してみる。第5位は、エメ、新世代アーティスト、エメの恋バズライ。第4位は、昭和の CM シリーズ、今年はこれが盛り上がったぞと。はい、第3位、八代亜紀さんの船歌、届けしてます。これがね、もう、なんとも言えない。で、第2位、ブルーノ・マーズとベル・サーチ・オン・フロア。あ、大好きです。第1位は、ルパン三世という、で、ベスト10でございました。大盛りですね。いろいろやったら、今年だけでもだから、350曲ぐらいはやってますね。350曲ですよ。毎日だいたい1曲ぐらいはやってますからね。そうなると思いますね。はい。じゃあ、いよいよ最終の、まあ、ランキングというか、ランキングってわけじゃないけどね、今年あった重大ニュースですね、ガズレレの。はい。じゃあ、これもね、順を追って発表していこうと思います。皆さん、本当にガズレレ YouTube チャンネルをサポートしていただいてありがとうございます。なんと、今日このランキングを発表する、今日この日、チャンネル登録者14万名様達成です。ありがとうございます。今朝起きたら14万名様超えてました。本当にね、14万名もの方がチャンネル登録してくれるださらなんて嬉しいわ。もう本当、ウクレレね、もう本当初めて、本当、ウクレレやると楽しいからね、笑顔が増えるでしょ。で、笑顔が増えたらいい世の中になるんですよ。だって笑ってる人が多い方がいいですからね。はい、こんな感じで皆さん、まあ、引き続きこのガズレレ YouTube おもろいよという感じでね、広めていってください。よろしくお願いします。はい、じゃあまず第1位、これです。皆さん。これが第1位ですよ。はい、このサルさんも連れてこい、サルさんも。はい、この子、今年はですね、この10万人の盾を、なんと、頂戴したんでございます。はい、これ映るかな、ほら、ちょっと見づらいですけど、ガズレレ YouTube、これですよ。これはですね、皆さん、1億円払っても買えないんですよ、この盾は。チャンネル登録が10万人超えた方にだけ YouTube から送られる本当お祝いの盾なんですけど、これ皆さんと一緒にね、ゲットできたと思う。これがやっぱり第1位でしょうね。はい、第1位。おめでとうございます。やったーつって言ってますけども、これがやっぱりもうびっくりしました。まさかの私がね、ほんと白血病で骨髄移植してね、もう生きるか死ぬかという、こう、瀬戸際を歩いてきた私がですね、もうその10年後にこういうものをいただけるような、もの、なんか存在になれるなんて、なんか本当に世の中で何が起こるかわかんないよ。本当に素晴らしいです。ありがとうございます。本当に皆さんのおかげ。見事これが第1位です。まあそっからもうだって4万人増えてるわけですよ。今日14万人達成ですからね、本当に。大感謝です。はい。第2位はですね、ガズクラブという新しいグループを今年作りました。ガズクラブはね、もうメンバー900人ぐらい今超えてまして、まあいつも言ってますけどね、ガズの書いてる手書き楽譜ノートが毎月5曲ダウンロードできて、あと毎月2回オンラインライブ配信みんなでわーっと大セッションするやつやって、あとは SNS の中で毎朝7時にガズがラジオ放送してるんですよ。毎日ですよ。すごくないですか。大晦日と元旦ももちろん朝7時からラジオ放送します。ガズクラブに入るといろんなコンテンツがね、もう本当楽しめると思うので、ぜひまだの方、チェックお願いします。もちろん概要欄とかにも貼っておきますからね。はい。これでね、このガズラジで、ガズラジじゃねえ、ガズクラブで、まずこれアプリが今度リリースされたとか、まあ、それがものすごい発展してるんですけど、それだけで10個ぐらい重大ニュースあるんですけどね。とにかくガズクラブという、ものを始めたというのがね、第2位です。つまり裏返してみると、リアルのイベントは今年できなくなっちゃったんで、まあまあ、そういう、やっぱオンラインでのこの交わりに移っていったのかな、というのが、まあ、当然ながら2020年の流れでございました。はい。ガズクラブ、ぜひ、チェックしておいてください。それに続くような感じで、つい最近、12月なんですけど、今年の12月に、ガズレレ大学っていうのもね、始めてます。こっちはですね、もうちょっとお勉強です。昨日の夜もそのガズレレ大学の講義があったんですけど、毎週2回、ガズの生講義。これはですね、結構真剣な練習動画でございます。本当にお勉強ですね。はい。で、毎週1回お役立ち動画を上げるのと、毎週2回ガズと一緒にまあ練習しようというリズム千本ノックみたいなやつなんですけど、まあこのガズクラブ、ガズレレ大学もよく言い間違えてるやつしちゃうんですね。いろいろあるんで。ガズレレ大学もメンバーの方も徐々に増えてきてくださってて、もうちょっとで100人、100名ぐらいの方もいらっしゃってくれるんですけど、まあこれはですね、本当にお勉強ですから、そんな感じの、大学生活始まってますということ。これが今第3位。はい。じゃあですね、次。これも似た流れになっちゃうんですけど、第4位はですね、オンラインイベント2020年はめちゃくちゃやりましたね。
今言ったガズレレ、ガズクラブとかガズレレ大学でももちろんやってるんですが、それ以外にどなたでも参加できるウクレレプレゼントするオンラインライブ配信イベントとか、まあ、いろんなこうコンテンツで、今年ちょっといろいろやってみて、600名くらいの方が同時参加するイベント大成功でした。オンライン上で600名とか同時参加とか、やっぱなかなかね、やっぱすごいですよ。そして本当に盛り上がるというですね。いやー、本当、それが今年始めたことですよ。だって2019年はオンラインイベントってやったことなかったんですから。まあ、それ、今やそれが結構もう慣れてきて楽しくできるようになってきてるんで、これも面白い価値だなと思いました。はい。あ、じゃあ、第5位です。これね、皆さん、インパクトあったですね。スザンヌさんと、コラボしました。ガズレレ YouTuber 初のコラボの相手がですね、スザンヌさんで。しかもスザンヌさんがガズレレ始めたよっていう SNS の発信を受けて、ってなって、見事なんか本当に、コラボできた。これはね、最高に楽しかったです。皆さん動画の方もね、ぜひご覧くださいね。まだ見てない方。スザンヌさん、熊本にね、お住みになってるスザンヌさんですよ。可愛らしい。ウクレレもね、みるみる上達してくださってもの最高でした。はい。どんどん本当に広がっていくんですよね。はい。では続きまして、第6位は、ガズの初めてウクレレ、なんつうのリリースしました。こっちね。はい、ガズのわがままウクレレずっとね、去年、おととし、去年ぐらいかな、展開してて、今年初めてこのリーズナブルで皆さんにお手本に取ってもらいやすい、価格で、これ、ウクレレの初めての一歩にいかがですかという意味と、ウクレレこれ楽しいから始めてよというプレゼントということで、これがね、今年リリースされたということが大ニュースに入ってますね。これももちろん、皆さんこれから定番商品になっていきますんで、もちろんこのガズのわがままウクレレも高品質。でもまず最初の一歩はこれでいいと思いますね。まあそんな感じで、新しい商品が増えたということで、これ、初めてウクレレ第6位にランクインです。第7位はですね、リットルミュージックの本、どこだ？これだ、これ。これが、よいしょ。いっぱいあちこちいろいろ置いてあるんだよね。これ。これね、この本がですね、今年出たんですよ。これいつ出版されたんだろうな。この本がですね、2020年の6月18日発行って書いてある。まあ、これほんと、この本がもうまた今年売れに売れて、これ、今3冊合わせて、このガズレレね、この簡単ウクレレシリーズ、もう10万部。あとちょっとで10万部なんですよ。びっくりですね。はい。こういう本が出版されたということももちろんランクインしております。次はですね、8位。あ、そうだ。ガズレレ初の楽譜が見れるアプリが、リリースされたの今年です。ガズレシピというアプリですね。ガズレシピ。このガズレシピは、そのアプリの中で、楽譜が見られて、そこにメトロノーム機能だとかもいろんな付加価値がついて、画面スクロールとかあって、ガズが取りためてるこのノート楽譜を、今度はこっち綺麗なやつですかね。それがもうシリーズで、ダウンロードして、このスマホとかタブレットで見れるという、そういうアプリがあります。はい。これがリリースされました。また来年早々にそこに追加がありますんで、これもまた、新しいニュースだなということです。で、第9位いきましょう。第9位。第9位はですね、皆さん、ガズレレというか、ガズ家にとってのニュースなんですけど、引っ越ししましたね。今すごい田舎に住んでるんですよ。これがね、とにかく人生を変えましたね。もう本当に田舎に、ど田舎に住むっていう経験を今初めてしてて、相当快適でございまして、クリエイティブに YouTube の発信もできるということで、まあこれがもう僕たち夫婦二人暮らしなんですけどね、これ人生を変えたぐらいのね、面白い展開になったなということが、もちろんこれもランキングしとかなきゃいけないね、ということで。はい。そしてですね、第10位でございます。これ、はい、ドン。G ラボ、およびザ・ミッションブログ。これを入れさせていただきましょう。G ラボっていうのは何かというと、今この作ってるウクレレ。これも G ラボという、まあ、チームがあって、そこで一応クリエイトしてるんですよね。もうそれはね、G ラボっていうのは、まあ、ガズレレとはまた違う、まあ、組織みたいな感じになるんですけど、そこの、リーダーの方、上田氏という方がいらっしゃって、その上田氏という方が、そのベトナムで工場を作って、まあ、要は一緒に、ガズレレを盛り上げていこうということでコンセプトでやってるんですけど、その上田氏が、書き綴っているザ・ミッションというブログがあります。ブログはですね、このガズレレホームページのトップページのところにリンクも貼ってあるし、概要欄のところにもちろん貼っておきますけれども、そこの中でいろいろこのガズのわがままウクレレが作られる過程とか、ベトナムの工場で何が起こっているかということを日々シェアしているんですけど、これね、このブログがですね、日本のビジネスブログランキングで今現在
第5位とか、そういうことを続けていたら、経済雑誌に取り上げられるなんていうすごいことになってまして、もうなんか、あっちからこっちからなんかすごいなということなんですけど、まあこの G ラボという組織で、またこれからいろんなことを、この間もちょっと紹介したリフレレとか、面白いコンテンツ、うん、ベトナムで今、ウクレレを生み出しているモジャ君とか、その上田氏とか、そういうチームで今取り組んでいることですので、この辺のことも、2020年はすごい飛躍だったなということで、第10位に、G ラボ及びザ・ミッションブログということで入れさせていただきました。いやー、たっぷり語りましたね。皆さんありがとうございます。もう今の段階で来年の予定てんこ盛りですんで、来年もいろんな情報を発信していきます。およびレッスン動画もバンバン上げていきます。引き続きガズレレ YouTube 動画よろしくお願いします。そして、今年1年、2020年、皆さん、ガズレレ応援してくれて本当にありがとうございました。およびですね、やっぱウクレレ音楽を自分で奏でる楽しさに気づいてくださっても、本当にありがとうございます。どんどん行きましょうね。はい。ということで、今回はですね、もういろんなガズレレランキング、2020年のランキング3つお届けしました。楽しく音楽やっていきましょう。それでは皆さん、良いお年を。ありがとうございました。さようなら。